会のあらすじ。はい、皆さんこんにちは。とあるバンドマンマイケル斉藤と申します。前回の動画見ていただけましたでしょうか。結局ですね、マイケル斉藤はソファを食べてベース本体の思想をしたっていうところでね、時間の枠がいっぱいになってしまいましたので、今回はその後編ということになります。さあ、この後どういう機材と出会っていくんでしょうか。動画ご覧ください。はい、というわけでですね、前回と全く絵面が変わらないというね、のもそろそろ動画的にもあれかなと思いましたので、マイケル斉藤一回ですね、思想を中断してですね、打楽器屋さんの方に来ました。あ、いえ決してね、買わないとか逃げたとかそういうことじゃないんですよ。やっぱり一回ね、決断をするっていう時には焦らずにじっくりね、考えたいなというタイプですので、ね、そういうのも必要かなと思います。あとね、一緒に来てくださった方、ドラムの方がいらっしゃいますので、その演奏の様子を見てみたいなと思いましたので、あ、ちょうど今叩いてるんですね。やっぱりね、間近でこういう演奏を見れるっていうのもやっぱりね、楽器屋巡りの醍醐味かなと思いますね。この方はね、何か買われたようですんで、まあ自分も買おうかなというふうにして、これを買いましたよ。お願いします。304円お返しで、はい、はい、どうもすいません、ありがとうございます、はい、というわけで無事にお茶の水でピックを購入しましたよ。なんかそれだけみたいな空気、もしかして動画の向こうで出されてますか。いや、重々承知してますよ。大丈夫です。この後ですね、先ほどアンプの試奏をしていたお店に戻って買い物を続けていきますので、その様子をどうぞご覧ください。さあ、無事にね、機材購入いたしました。まあ、詳しくはですね、また別の開封動画みたいなものをね、用意しようかなというふうに思ってます。さあ、というわけで安心しきったマイケル斉藤がお腹が空いたので食べたのが今これご飯ですけども、次ですかね。あ、そろそろやってきましたね。はい、後ろから登場してきました。こちらが今回のマイケル飯、家系ラーメンでございます。味付けのね、濃いスープなんですけども、こうした疲れた体にね、染みるようなね、味付けなんですよね。あと家系ラーメンはやっぱりほうれん草とか海苔っていうのね、煮込ませてご飯と一緒に食べるっていうね、スタイルがやっぱり一般的なんじゃないかなというふうに思います。なのでね、マイケルどんだけご飯おかわりしてんねんというぐらいね、食べてしまってますね。で、食べ終わりましたらですね、また場所を移動するために一度車に戻りまして、機材をね積んでまた別の楽器屋さんに向かうというふうになりました。
はい、という感じでですね、いろいろ楽器屋を巡りまして無事にね、帰ることができました。まあいよいよねヘッドアンプっていうのを買いまして、またそれに関する動画もね今後作っていこうかな、そんな風に、思っています。というわけでですね、こんな感じで、後編無事に終了することができました。ライブ演奏とかね、さっきも言ったような開封動画みたいなものを今後もね作っていこうかなと、そういう風に思っていますので、皆様チャンネル登録と応援よろしくお願いいたします。それではマイケル斉藤でした。